ゼロくん、食べ方下手くそすぎだろ。さっきね、お皿にね、餌を入れてあげたのですが、すると顔からバコーンって全部は、もう勢いよく頭から突っ込みすぎて、餌が爆発してしまいました。どうしたらそんな食べ方になる？ちゃんとね、上手に食べれるように、300コインズっていうところで、300コインズはやべえな、300コイン見るな。3コインズっていうところでね、このね、食べる器を買ってきたのですが、食べやすいようにね。するとね、やっぱね、こっから斜めになってるので、顔を突っ込むと、こういう感じになるんですよね。それがこの結果です。どうしたらいいんですかね。もったいないから集めてあげます。ほら、また、もうまたやった。またやった。もう、これ大変なことしてくれたやん、ゼロくん。これ美味しいんかな？匂ってみよう。ああ、匂うんじゃなかった。すごい後悔。どうしたらそんな食べ方になるんですか？教えてください。ねえ、教えて。美味しい？どうしたらその食べ方になるの？教えてや、ゼロくん。どうした？どうした？そのフリーズは。やめてや、そこで固まるの。美味しいですか？うまいか？お主はうまいんか？丸尾、マフカ、丸尾、マフカ。僕はヒカキンさんが好きなので、ヒカキンのモノマネで行く。お主も悪さするんか？マフカ、丸尾、ゼロくん、ゼロくん、ゼロくん、お主も悪さするんか。はい、すいません。というわけで、またフリーズしてしまいました。はい、というわけで、美味しく上手に食べれなかったので、あとはね、綺麗に片付けてあげたいと思います。ゼロくんでした。